ウィリアム・パーマーは、ルージリーの毒殺犯あるいは、毒殺犯らの王子としても知られ、19世紀の最も、悪名高い事件の一つの暴殺で有罪となった、イングランドの医師である。チャールズ・ディケンズはパーマーを、オールド・ベイリーに、これまで経った中で最大の悪役と呼ばわった。パーマーは1855年に、友人ジョン・クックの暴殺で、有罪判決を受けたし、翌年、講師で、 公開処刑された。彼はクックをストリキニーネで毒殺したし、兄弟と義母、そして最初の誕生日の前に、経緯のために死亡した我が子4人含む他の何人かの人々を毒殺した疑いがあった。パーマーは、生命保険金を受け取った後、妻及び兄弟の死亡で、そして裕福な母親から何千ポンドも騙し取ることによって大金を設けたし、彼は、 生まれかけてそのすべてを失った。ウィリアム・パーマーは、サラ・パーマーとジョセフ・パーマーの8子のうちの第6子として、スタッフ,フォード・シャー・ルージリーに生まれた。父は、小引きとして働いていたが、ウィリアムが12歳であった、時に死亡し、さらに37万ポンドを残した。17歳の時に、パーマーは、リバプールで薬剤師見習いとして働いていたが、 金銭を盗んだという申し立てによって3ヶ月後に解雇された。彼はロンドンで医学を学び、1846年8月に内科医の資格を取得した。パーマーはその年の後半にスタッフ,フォードシャーに戻った後、リートル・ヘイウッドのパブリックハウス、ラムフラッグで、配管貢献ガラスコーのジョージ・アブリーに出会い、彼に飲み比べをするように挑んだ。アブリーはそれに応じ、 一時間後に家に運ばれ、その夜晩国ベッドで死亡した。何も証明されなかったが、しかし地元の人々は、パーマーが、アブリーの魅力的な妻に興味を持っていた、と述べた。パーマーは、故郷、ルージリーに戻り医師として開業し、1847年10月7日に、アボッツブロムリー、セントニコラスチャーチで、アンソントンと結婚した。彼の新しい義母は、 アンソントンとも呼ばれ、1834年に大佐ブルックスが自殺した後、8000ポンドの財産を相続していた。ダイソントンは、パーマーに滞在して2週間後、1849年1月18日に死亡した。彼女は彼に金銭を貸したことで知られていた。かなり年配のドクター・バンフォードという人物は、脳卒中の氷結を記録した。パーマーは、 自分と妻がその死亡から得た遺産がはるかに大きいことを期待して、それに失望した。パーマーは競馬に興味を持つようになり、レースで出会ったレナード・ブレーデンから借金した。ブレーデンは彼に600ポンドを貸したが、1850年5月10日にパーマーの家でも大事にした。パーマーの妻は、ブレーデンが最近レースで多額の賞金を獲得したにもかかわらず、 ほとんど金銭を身につけないままに死亡したことに驚いた。彼の掛け緊張も行方不明であったために、彼がパーマーに金銭を貸したという証拠はなかった。ブレーデンの死亡診断書は、パーマーを死亡時に存在すると記載し、死因を股関節の負傷、5、または6ヶ月、骨盤内脳用と述べた。パーマーの長男ウィリアム・ブルックス・パーマーは、 1848年末頃に生まれ、1849年1月に洗礼を受けた。彼は父親よりも長生きし、1926年4月29日に死亡した。パーマー家の人々はさらに4個がいて、その全員が乳児期に死亡した。それぞれの子の死因は、経攣として表に記載された。乳児死亡は当時珍しくなかったために、 これらの死亡は当初疑わしいとはみなされなかった。けれども1856年のパーマーの有罪判決の後に彼がより多くの不要経費を避けるために子供らに毒を投与したという推測があった。1854年までにパーマーは多額の借金を抱え債権者らに返済するために母親の署名の偽造に頼っていた。彼は妻にプリンスオブ。 ウェールズ保険会社の生命保険をかけ、1万3000ポンドの保険に対して保険料750ポンドを支払った。1854年9月29日にアン・パーマーのわずか27歳での死亡がその後に続いた。3回目のコレラ大流行がイギリスを襲っていたために、彼女はコレラのために死亡したと考えられた。パーマーはまだ多額の借金があったし、 再建者二人は母親に話しそれによって詐欺を暴露するぞと脅迫したために兄弟ウォルターに8万4000ポンドの生命保険をかけようとした。彼はそのような金額で彼に保険をかけることを厭わない会社を見つけられなくて代わりにプリンス・オブ・ウェールズ保険会社に戻り1万4000ポンドの保険に対して保険料780ポンドを支払った。 ウォルターは飲んだくれであったし、すぐに兄弟に頼るようになった。兄弟はすぐに彼に一日数本のジンおびブランデーをしつこく進めた。彼は1855年8月16日に死亡した。しかし保険会社は支払いを拒否し、代わりに調査のために検査員シンプソンとフィールドを派遣した。二人組はまたパーマーが ジョージ・ベートに1万ポンド相当の生命保険をかけようとしていたことが分かった。彼は一時彼の雇用下にあった農夫であった。彼らはベートが彼の保険契約の詳細について誤った情報を与えられているかでなければ嘘をついていることが分かり、会社が兄弟の死亡について支払わないことをパーマーに知らせ、彼の死亡についてさらなる調査を進めた。この頃、パーマーは メイドイリザ・タルメと不倫関係にあった。1855年6月26日、27日に、タルメはパーマーの被着室子アルフレトを出産したために、医師に対する経済的負担が増した。パーマーの生活と借金が螺旋型を描いて、彼は旧友ジョン・クックの暴殺を企んだ。ジョン・パーソンズ・クックは12000ポンドの財産を、 相続した病弱な青年でパーマーの友人であった。1855年11月に二人組はシュルーズベリーハンディキャップステークスに参加し、11月13日と15日の間に様々な馬にかけた。クックはポールスターにかけて3000ポンドを勝ち取った。パーマーは代わりにチキンにかけて大負けした。クックとパーマーは 地元の飲酒施設例文で祝賀パーティーを開いた。すでに11月14日に、クックは、ジンが喉をやけどさせた、と不平をこぼしていた。パーマーは答えて大騒ぎした。その時彼は、困惑している、見物人らに、クックのグラスに不適当なものは何もないことを、納得させようとした。その後、クックはひどく病気になり、友人二人、ジョージヘリング及びシュマイル・フィッシャーに、 クソいまいましいパーマーが俺に薬を持っていると思ってると語った。11月15日にパーマーとクックはルージリーに戻り、その時点でクックはタルボットアームズに一部屋予約した。11月14日早くにパーマーはプラットと称する債権者から手紙を一通受け取っていた。彼はもし、 パーマー自身がすぐに全部支払おうとしないならば、母親を訪ね金銭を要求するぞと脅していた。翌日、彼はある馬に大きくかけ、負けた。クックは一見病気から回復したように見え、11月17日にパーマーに愛人のみして、すぐに再び病気になった。この時点で、パーマーは、クックの責任を引き受けた。クックの事務弁護士ジェレミア・スミスは、 人を一瓶送った。パーマーはそれを送る前に、それを持っていた。女中エリザベス・ミルズは人を一口飲んだ後、病気になった。クックは残りの人を与えられ、彼の王とはかつてないほど悪化した。翌日に、パーマーは、クックの代わりに掛け金を集め始め、1200ポンドを持ち帰った。その後、彼は、ドクター・ソルトの診療所からストリキニーネを3粒購入し、 グレーを二つの錠剤に入れ、それからそれをクックに投与した。11月21日、パーマーがアンモニアを二錠投与して間もない午前1時、頃にクックは息が詰まると叫びながらもいしにした。11月23日にクックの系譜ウィリアム・スティーブンスが家族を代表するために到着した。パーマーは個人がかけ緊張を失っていたことを彼に知らせた。 彼はさらに、ひとたび賭博者が死亡していれば、すべての賭けが取り消されるために、これは役に立たない、と主張した。彼はまたスティーブンスに、クックが未払いの請求書で4000ポンドを持っていた、と話した。スティーブンスは、死因審問を要求したし、それは認められた。一方、パーマーは80歳のドクターバンフォードから、死亡診断書を取得したし、それは死因を、 脳卒中と記載した。クックの遺体の検視は11月26日にタルボットアームズで行われ、医学生のチャールズ・デボンシャーと、ジョシュ・チャールズ・ニュートンによって行われ、ドクター・ハーランドその他の多くの見物人によって監督された。ニュートンは酔っていたし、パーマー自身がニュートンにぶつかり、安全な保管のために胃の内容物をジャー一つに入れて取り出して、検査を妨げた。それらジャーは、 植物学者、アルフレッド・スウェーン・テイラーに送られたし、彼はこういう質の悪いサンプルは役に立たないと不平をこぼしたし、11月29日に2回目の検視が行われた。郵便局長、サミュエル・チェシャーは、パーマーのために検視官宛ての手紙複数を横取りした。チェシャーは後に郵便を妨害したとして訴追され、2年の刑を課された。パーマーはまた、死亡の氷結を、 自然元として与えるよう要求し、手紙に10ポンド紙幣を同封し、検視官自身宛てに手紙を書き送った。テイラーは毒の証拠を見つけなかったが、しかし、それでもクックが毒殺されたというのが自分の信念である、と述べた。死因審問の陪審は12月15日に評決を下し、個人はウィリアム・パーマーによって故意に、 彼に投与された毒のために死亡したと述べた。当時、この氷結は、死因審問で合法的に受け継がれる可能性があった。ウィリアム・パーマーの後半に関する見開き特集、イラストレーテッド・タイムズ1856年5月27日、パーマーは暴殺と偽造の容疑で逮捕され、スタッフ,フォード刑務所に拘留された。彼は、ハンガーストライキを続けるぞと脅したが、しかし、 刑務所長が彼にそうすれば強制給仕につながると知らせたとき取り下げた。事件と彼の子供らの死亡の詳細な説明が地元の新聞によって印刷されたスタッフ,フォードシャーでは公正な陪身が見つからないと感じられたためにロンドンのオールド・ベイリーでの後半の開催を許可するために議会法が可決された。しかしながらもう一つの仮説はパーマーは ルージリーで人気のある人物であったし、スタッフォードシャアの陪審によって、有罪とされることはなかったであろうというものである。この意味は、有罪判決を確実にするために、公判の場所が政治的な理由で移動されたということである。首席裁判官キャンベル、パーマーの裁判の上級裁判官は、もしパーマーが、スタッフォード巡回裁判所で公判に付されていたら、 彼は無罪であることが判明したであろうと自伝で示唆した。内務大臣はまた、アンとウォルター・パーマーの遺体を発掘し再検査するよう命じた。ウォルターはあまりにもひどく分解されていたが、ドクター・テイラーはアンの体の全機関でアンチモンを発見した。パーマーの弁護は上級弁護士、ウィリアム・シー氏が率いた。被告人側弁護は裁判官から不利な論評を受けた。 なぜなら、C が職業上の行為のすべての規則と慣習に反して、自分はパーマーは無実であると、個人的に信じている、と売信に語ったためである。サー・アリグザンダー・コックバーン第十二代順弾尺と、ジョン・ウォルター・ハドルストンの卒位チームは、特に弁護側商人ジェレミア・スミスを破壊する、ことにおいて、優れた、法医学的精神を持っていたし、強力な擁護者らであると分かった。 スミスは、スミスの署名が、書式にあるにもかかわらず、自分はパーマーが、兄弟に、生命保険をかけていることを知らない、と主張していた。パーマーは、レーシングの比喩を通した、評決の後、コックバーンの反対尋問に賞賛を表した。それを知ったのは、乗馬であった。状況証拠が明るみに出た、パーマーの財政状況も説明され、金貸しのトマス・プラットは、 自分は60%の利子で被告人に金銭を貸したと裁判所に告げたし銀行経営者ミスターストーブリッジは1855年11月3日の時点でパーマーの銀行残高が9ポンドであったことを確認したクックの死因は双方が医学的正人らを連れてきて熱く論争されたストリキニーネ中毒の人間の症例で実際に経験をした 医療承認はほとんどいなかったし、21世紀の基準では彼らの証言は貧弱とみなされていたであろう。ウィリアム・パーマーのデスマスクのリトグラフ1856年6月14日に約3万人がスタッフフォード刑務所でジョージ・スミスの手によるパーマーの公開処刑を見た。パーマーは公師台に足を踏み入れた時、トラップドアを見合ってこのように叫んだと言われている。 本当に安全なのか。刑務所長はパーマーに、最後の前に罪を告白するように頼んだし、その結果、次のような言葉の応酬になった。パーマーは、刑務所の礼拝堂の横、生石灰で満たされた墓に埋葬された。彼が、公主刑にされた後、彼の母親は、このようにコメントしたと言われている。ゼイハブハングドマイセイントリービリー、私のの成人のようなビリーが吊るされた。 処刑直後、ある新聞は、このように報じた一部の学者は、証拠が彼を有罪にするのに十分であったはずはなく、裁判官の要約は変更していたと信じている。1946年5月20日に、ザ・センチネルは、ロンドン南西部の元検視官の未亡人ミセス、イースミスが見つけた、後半に含まれない最後の証拠を発表した。それは、 パーマーの筆跡で書かれたアヘンの処方箋であったし、その裏には薬剤師のストリキニーネとアヘンの10ペンス相当の請求書があった。チャールズ・ディケンズの高慮官のインスペクター・バケットという架空の人物はチャールズ・フレデリック・フィールドに基づいていると言われている。彼は保険会社らのためにウォルター・パーマーの死亡を調査した警察官である。ディケンズはかつてパーマーを オールド・ベイリーにこれまでたった最大の悪役と呼ばわった。パーマーの老人形は1857年から1979年までマダム・タッソーの老細工博物館の恐怖の部屋に展示されていた。アントニー・トロロープの小説フィネアス・リダックスでは、暴殺でフィネアス・フィンを擁護している弁護士らがこの事件をほのめかしている。 彼らはパーマーが誤って有罪判決を受けて公主刑にされたこと、自分らの依頼人が同様の運命を避けるために犯罪当夜の彼の動きについてあまりに詳細に説明することを避けるべきであることを暗示している。シャーロック・ホームズの短編小説、マダラの紐の冒険で、ホームズは明らかに悪役であるドクター・グリムズビー・ロイロットについて論評している間、 ドクター・ワトソンに医者が悪くなった時彼は犯罪者らのうち第一であるという。ホームズはそれからパーマーとエドワード・ウィリアム・プリチャードが彼らの職業の先頭にいたという論評でこの点を説明する。どちらも良い医者とはみなされなかったし、プリチャードはグラスゴーの医療友愛会によってインチキのようなものとみなされていたためにホームズが意味する。 職業は謀殺の職業であった。クックの剣士でパーマーを巻き込んでいる事件は、ドロシー・エル・セイヤーズの1928年の殺人ミステリー小説、ベローナ・クラブの不愉快な事件で言及されている。この犠牲者の死後解剖をしている医師は、胃の内容物をジャーに移すとき言う。気をつけて、もう終わりだ。は、は、それは近いものだった。パーマーを思い出す。 そして、クックの言い、いつもとても面白い話だと思う。は。は。アルフレッド・ヒッチコックの1941年の映画、断崖は、ブランデーの飲みすぎで犠牲者の一人を殺した悪名、高い暴殺犯、リチャード・パーマーの記憶を呼び起こす。リナと彼女の村に住む殺人ミステリーの作者の間のシーンでは、相互の友人の死亡は、 リチャード・パーマーによる、この現実の暴殺の前例があると言われている。リナの夫は、暴殺のテクニックを研究するために、書籍、ザ・トライアル・オブ・リチャード・パーマーを借りた疑いがある。ウィリアム・パーマーは、CBS ラジオシリーズ、クライム・クラシックスの1953年10月7日の、エピソード、ザ・ハングマンウィリアム・パーマー、フー・で、俳優、 J. のベロによって演じられた。ロバート・グレーブスの最後の歴史小説、j ハングドマイセイ・ントリー・ビリーは、パーマーを擁護し、グレーブスのトレードマーク、傷ついた、または阻しられた評判の再構築を提供している。映画、ザ・ライフ・クライムズオブウィリアムパーマー』は1998年に公開され、キース・アレンが、パーマー役を演じた。ザ・サルテーション,ははポアゾーン・ a t i o n w h a 水相突指、A レファレンスツーザイベンツ、あなたの毒は何ですかという挨拶は、これら出来事への言及であると考えられている。ありがとうございます。